今回紹介するのは、キノの旅。20、The Beautiful World という本です。人間キノと言葉を話す。二輪車エールメスの旅の話。記念すべき20巻が登場。物語の中で何も進まないのが逆にすごい。キャラクターに成長が見られるとか、関係性に変化があるとか。 世界の謎が明らかになるとかそういう変化が全然ないのがすごい淡々とさまざまな国とさまざまな人々とキャラクターが関わることで紙面が埋まっていくそれが相変わらず面白い何というか終わり方が想像できないし終わらないんじゃないか終わらせる必要がないんじゃないかそんな物語まあ あんまり機能に変化がないから最近ではフォートの少子しずつ成長しているようにも見える感じが楽しみだったりシズとティーとリクの少子しずつ理解を深めつつある感じを楽しんだりしているのだけどあと30冊くらい続いたら何かが変わるのかなぁ変わらない気もするがあ今回のあとがきはさすがにまだ読んでないあれはちょっと反則かっこ笑い以上 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。